自分のスマホのボイスメモとかは、ほぼほぼ変な音にならない。<laughs> つぶやきとかメモも,も悲惨な言葉が散らかってますね。<laughs> いや恥ずかしいです。<laughs> 本当に。うーん、いや、恥ずかしいですね。ですけど、それこそこのポッキーの 音楽祭にあたって自分でも曲を作らせていただいたんですけど、その時に自分には今までどんな引き出しがあったかなって思って、初めてですね、ボイスメモとかメモを全部ひっくり返しました。なんかそれ、今回のテーマが、割とポッキーって、私の過去にずっといて、ずっと自分の記憶に住み着いてるんですよ。ちっちゃい時も食べたり、中学生も高校生も。 なんだかこう、昔をたどっていけるお菓子だなと思ったので、音楽もちょっと辿ってみようと思って、そういうことをしてみました。やっぱ面白いですね。なんか、目には目を、みたいな言葉あるじゃないですか。じゃあ、ハートにハートを、みたいな感じで、こう、相手にも悪い意味じゃなくて、いい意味にこう、ことわざを変えてやってみよう、みたいな。 時期があったんですけど、それ書いたのも言って3年前とかなんです。その言葉が今、今回、歌詞に使ってみようかななんて思ったりしていて、やっぱ、過去のそういう思いっていうのも大切に今、耕し直すみたいな。楽しいなって思います。